してこれはこのままで多分大丈夫だと思うので、はい、これ、あ、ちょっと待って、一応録画しておこう。はい、始まってるかな、始まっていると思います。違うかな、まだ出てきてないけど、これだと、はい、始まりましたとかいうのは出んのかな、どうで、始まってますか。あ、始まっているっぽいですね。始まっているみたいです。ここには出てこない。はい、見えてますかとかちょっと言ってます。見えてますか、あれあれあれ、どうかな、ちょっと私のこのコンピューター、これ Wi-Fi を切ってよ、こう怪しい、はーい、はい、始まってます。はーい、はい、こんにちはこんにちは、あ、カメラっちゃあれです、はいはいはい、イエース。はーい。ようこそ。ようこそ。ようこそニューヨークへ。あ、私か。あ、そう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 。はい、再び。再び。また来ちゃい、また来ちゃいました。素晴らしい。ねえ。また来ちゃいましたよ。よく来ますねって感じ。いや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 、もうすごいなと思って、偉いです偉いです。いや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 、本当に。私全然日本に帰れてないの、もうそろそろ。今年はなんとか帰国したいなと思ってるんですけどね。いやでもね、隔離があるから難しいですよ。なかなかね。ね、そうそう。うん、こっちはね、あの一応ワクチンを打っていれば。そうですね。入れますからね。そうですね。そうそう。まあ落ち着いたらまた日本でお待ちしてます。ああ、ありがとうございます。はいはい。はいやーに、山野ゆか子さん、ニューヨーク、イエース。ニューヨーク、ここはブロンクス。ブロンクスでーす。はい、ヤンキースタジアム。ヤンキースタジアムの近くでーす、ね、ここは。そうですね。はい、あ、ちょっと待って、いっぱいコメント来てるよ。わーい、始まってます。見えてます。はい、パチ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 。楽しみにしてました。あのいっぱい、コメントありがとうございます。大山さんもうね慣れてますからねそうなんですね、配信慣れしてますからね、はい、はいはい、そうなんですよ、ありがとうございます。はい、ともこさんも見てくれてる、ありがとうございます。ありがとうございます。ともこさんは東京かな、今は神戸かな、東京かな、はい、ありがとうございます。これこうやってここに置いとくといろいろですね、わかりますね多分ね、はい、はい、なんか始めますかね、曲を。そうですね、うん、そうですね、じゃあちょっとやってみましょうかね。どれからやろうか、どれからいきましょうか、うん、そうですね、いや今日は東京じゃないな、日本はなんかちょっと今急に津波が来るかもしれないというちょっとあれになってますけれども、うんうん、大丈夫なことを願ってというか祈ってというか、そうですね、太陽も昇った、今お日様がきっと出てるのか天気がどうなのか分かんないですけど、じゃあ、うん、イースト・オブ・ザ・サンを行ってみましょうかね、living a love and pale moonlight,
just you and I forever in a day. Love will not die, we'll keep it that way. Up above the stars we'll find a harmony of life to a lovely tune. East of the sun and west of the moon.弾いてもらって歌うの今年になってからは初かもしれないです。ていうかそう、スモールズに1月2日に行った時に、うん、あ、うん、一緒にそうそうそう、あのあと行って、はいはい、行ってその時はちょっと1曲歌ったんですけど、うん、そのもうこういう風にすごくあのなんていうのかな、こう近い感じで、歌うのはもう本当に今年初って感じです。こういう風になんかライブショーケースっていうのは初めてです今年。いやー、ありがとうございます。ありがとうございます。まあね、なかなかね、コロナも流行ってて、うん、まあ、やってるお店やってますけど閉まってるとこ閉まってます。そうそうそうね、うん、なかなか難しいですね。なんか日本もちょっとね今ね、うん、広がりがね、出ててちょっと心配ですよね。ね、結構なんか急に来ましたよね。うん、うん、なんかね増えてきた。そう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 。いやーねー、どうなんですかね。まだなんか第1章第2章第3章っていうこうなんかもうね次のページをめぐってみたいな感じになってますね。なかなか手強いですね。うん、コメントいっぱい来てますね。すごい来てますね。はい、わー、始まってますね。あ、そうそう、ここは見た。あ、ともこさん、東京です。東京なんですね。間に合いました。お、宮越くん、いやー、宮越さん。わーい。
わーい、ね、お母さんちょっと心配ですけどね。そうですね、そうですね、はい、相変わらず素晴らしい、ありがとうございます。あ、みゆきさんも見てくれてます、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、えりこさんという方がハートマークをくれてます。藤田さん、あ、はるこさん、なむこさんの音声レベルが低い気がします。はい、じゃあもうちょい上げようか。近づくかな、うん、近づこうか、もうちょっと近づきます。じゃあ頑張って。お、近づきましたね。はい、聞いてますよ。あ、足立のりさん、フィリピンからです。おー、はい、ありがとうございます。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。いや、ここでちょっとこんな新年の挨拶をさせてもらっちゃってますいやー、ありがとうございます。そうですね、どうしましょうかね。もう一曲やりますか。何しましょうかね。マイフェアリーと言います。しましょうかね。ちょっと待って、他のでも、ちょっともうちょっと後の方がいいですねじゃあ、イファネもやってみましょうか。あ、いいですね。いやー、ニューヨークはですね、本日はですね、気温がマイナス7度、体感気温がマイナス18度となっておりました。寒かったです。ちょっと、うん、ちょっと買い物に行ったらもうえらい寒かったです。やばいですよ。ね、やばいね。やばかったですよ。うん、そう、なのでちょっともうこのイメージの中でもあったかいところに、こう行かないとやってられないみたいなね感じでです。今からじゃあ皆ブラジルのイパネマ海岸に行ってみたいと思います。ビヨーンってそう、イパネマ海岸ね、実は行ったことがあるんです私はリオデジャネイロのですね、はい、リオのカーニバルに、うん、を見に行ったことがあるんです、うん、で、そう、イパネマ 海岸とその反対側にはコルコバード海岸、なんだっけな、イパネマ海岸がこっち側、その反対側はちょっと忘れちゃいました。コルコバード海岸じゃなかったかな、コルコバード丘があって、うんうん、こういうのが、うん、有名な、そう、はいはい、ありましたね。ブラジル、そのカーニバルってぶっちゃけどうですか、うん、私ブラジルってなんかまあ、うん、危険なイメージがすごくあるんですけど、行ったことないですけど、うん、楽しめました。私は楽しめました。私はもうとにかくニューヨークに来る前ですよ、全然。ニューヨークに来る前ですね。そうで、もちろんだから英語も話せないし、うん、みんなポルトガル語とかだし、うん、もうでもなんとかもうホテルでチェックインとかするのに一生懸命英語とかでやった気がします。だけどそう、なんだっけ、見に行ったんですよ、その、フェスティバルを、フェスティバルじゃない、うん、カーニバルを、うん、したら、帰りのバスがどこに着くのかを確認し忘れて、うん、ものすごい人で全然もうだから帰れなくなっちゃったんですよ。どうやって帰ったらいいか分かんなくなっちゃったわけですよ、うん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 、それでどうしたんだっけな、なんかね、タクシー乗り場みたいなところで、うん、向かいのカップルと相乗りして、うん、多分私らがかなりたくさん払ってで、そう、帰れたかなみたいな、そんな感じだったです。それは、うん、なんかちょっと全然関係ない話をいっぱいしちゃってますけれどそう、なんだっけ、イパネマの娘ではなく、うん、かっこいいお兄さんっていう設定で歌いたいと思います。はい、thank you.
Yes, I would give my heart
smile, but he doesn't see. He never sees me. No, no, he doesn't see. He never sees me.気持ちは少し暖かいところに行ったような、いいですね、なんかまったりですね、なんかまったりですね、まったりな感じでね。いやなんかこう MC が多いライブっていうのを久しぶりな気がして、うん、なんかニューヨークのライブって、うん、結構そのレストランのに生演奏がついてるライブ多くないですか。そうするとみんな MC しないな、しないですね、しないですね、誰もしないですね、誰もしないですよね、うんうん、あのそういうレストランのギグの時は私もしないです、ただもうバン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 ひたすらやるし、あとでもちょっとなんかこう、あでもカウンターとかにいるお客さんが、うん、とちょっと喋ったりとかして、あで、あのなんか好きなのあったり言ってくださいとか言って、したら、こんなのお願いしますとか言われたりする時もありますけどね。何年か前にバードランドでライブ見に行った時になんかギターの人だったんですけど、うんうん、編成も忘れちゃったんですけど、その人ぐらいですね、トーク長って思ったの。あートーク長うんうんうん、ニューヨークにもいたって思ったんですけど、あでもこの間のビッグバンドだって結構喋ってましたよ。いやそうでもない、でもなんか日本のライブってもっとこう MC 長い人が多いと思うんですよ、ね、あーそうなんだ、私の周りが特にそうなんですけど、なるほど。でもそうするとね、演奏する時間が短くなるじゃん。もうだからトークが3分の1ぐらい。ああそうなんだ、へえ、結構なんかそういうライブが多い気がしますね。だからなんかこう私ニューヨークね1ヶ月いたんですけど、うんうん、ほぼほぼみんな MC してないなっていう印象でしたね。あ、うん、なるほどね、うん、そっか。いや私はちょっとなんかこうせっかくゆかこさんいるからこういろいろ話をしながらっていうのがいいかなみたいな感じです。ね、楽しいですよね。そうです、私の場合こういろんな国に行って、ね、うんうん、旅して結構こう珍しい活動の仕方をしてるから、なんかちょっとこう話してくださいみたいな、うん、なるんですね。そうだね、ネタはいくらでもありますね。そうだよね確かに確かにね、そうなんです、止まらなくなってくるんですよ。そっかそっか、なるほど。いやね、でもだってね、反応だって全然違うだろうし ね、アフリカで弾くのとね、ドバイで弾くのとね、違うでしょう、だって聞いてる人の感じとか。まあそうね、そうですね、まあ、うん、あのお客さんというかこう聞いてくださる方が、まあ、そもそもその難民何百人かとか、うん、ドバイだったらもっとなんかこう大人な、ね、お金を持ってらっしゃる方々が、うんうん、飲みに来るような方だから、うんうんうん、ビジネスの人たちだよね。そう、客層が全然違いますよね。そうだよね、本当、うんうん、そうするとやっぱ演目も変わったりする。演目全然違います、ね、全然違う、なるほど、全然違う、なるほどなるほど。そう、あのドバイの場合は私その、うん、まあ、ニューヨークはちょっと違うんですけど、あアメリカはちょっと違うんですけど、うんうん、こう現地で有名な曲っていうのを、うん、まあ、2、3曲ぐらい覚えていくんですよ。そうすると、まあ、言葉が分からなくても、うん、まあね、アフリカとかフランス語じゃないですか。私はフランス語圏のアフリカによく行くんですけど、うんうんうん、言葉が分かんない中でやっぱりそうみんなが知ってる曲をやるとこうやっぱり一つになるというか、うん、それでこううわーって思いながら、そりゃそうだよね、なんでその曲知ってるのってなるもんねそうなんですよね、どっから来たんじゃみたいなね。そうなんです、うん、ただドバイは現地のその本当のアラブ首長国連邦人っていうのは、うんうん、1割しかいないんですよ。あドバイに関しては。だから9割が移民の方で、あそう、ね、あの仕事できてる、うんうん、そうするとじゃあローカルの曲
ってなっても誰も知らないし確かにまあ結局そのジャズってなったらまあ普通にジャズスタンダードだよね、うんうんうん、まあオリジナルもちょっとまあうんうんうんっていう、なるほどね、感じですね。そっかそっか。そう、なんかローカルソングがない。ああ、なるほどね。まあもうちょっとね、いろんな方々と仲良くなったらちょっとまた印象も変わるかもしれないんですけど、うんうんうん、でもだってそのやっぱドバイのそのやってる場所のシチュエーションがそういう音楽を求めてない感じだもんね、きっとね。確かにそうかもしれない、ね、もうだって雰囲気的に言ったら逆にそうやって海外から、ね、ミュージシャン呼んでそういう音楽やってくださいっていう。あ、そういう感じです ね、うんうん、どっちかっつったらね。そうそうそう、やっぱりニューヨークはジャズの街だなって今回すごく思いました、うん、本当、それはどんなところで。なんかこうジャズスタンダードを聞いてこう、うん、みんながイエイっていう感じ。あなんていうのかな、なんかその日本だとそれをイエイって思うお客さんと、うん、あとなんかこうちょっと知ってる曲やってほしいんだよね、ビリージョエルのさみたいなこうポップスを聞きたいとか、あ、そう、あとちょっとなんか日本語の曲も聞きたいなとか、なんかこうバラエティに富んだセットリストっていうのかな、あ、そのジャンルをちょっとあのいろんなジャンルからこう選曲してバラエティ豊かにっていう感じが日本のなんかセットリストって私の印象だったんですけど、アメリカは割とどこ、あ、ニューヨークはどこ行っても、うん、こうもうひたすらフォービートやってたりとか、うん、でもそれでも若い人たちもイエイみたいな、うん、なんか日本だと私レストランであの演奏してると、うん、今日はミスチルがピアノで聴けてよかったですとかなんか若い人ってそういう風に言うんですよ。ちょっと違うんじゃないですか、ね、こっち。あ、そっかそっか。なんかね。なるほどね、うん。というのが私の印象だったんですけど、どうなんでしょうかね。どうなんですかね。私もあのツアリストっていうか、まあ、短期間でしかね、うん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 、いつも来てないから、うんうんうん、住んでたらまだちょっと印象が違うと思う。ああ、いや、やっぱりそれはここに住んでたとしても、うん、こういうセットリストな、要するにもう、ドジャズみたいなのしかやりませんっていう人もいるし、うんうん、もうちょっとなんかオリジナルものが入った感じでやる人たちもいるし、スタンダード全くやらずにあのいい感じの音楽をずっとやるっていう人たちもいるし、あ、いろいろなんですね。そう、いろいろだと思う本当に、でそれもやっぱり場所とかにもよるけど、レストランの場合はおおよそやっぱりあのスタンダード的なものが多かったりするかな。まだまだ知らないニューヨークがいろいろありますね私もね。いや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 、うん、次はね、じゃあまた行きましょうか。あ、ちょっとなんか暖かな気分になりました。さっきのイパネマのあれですね、パチパチパチマークですね。ありがとうございます。みゆきさんです。ありがとうございます。面白トーク、楽しいガールトークは歓迎、大山さんですはい、みゆきさん、リオのお話興味津々、 MC も大歓迎です。お、 MC 大歓迎と来てますね。はい、だんだん増えて今13人ぐらい見てくれてますね。おー、ありがとうございます。嬉しいですね。ありがとうございます。はい、そうですね。じゃあどうしましょうかね。何行きましょうか。オンザサニーとか言いますか。オンザサニー行きますか。はい。はい。なんか、巷でとても流行っているというか。そうなんです。何ですか。カムカムエブリバディ。だって私ね、テレビ見ないんですよ。うん、なるほど。全然も、私だってもちろんここでは、のNHK の有料なんとかを入ってないと見れないからね、うん、普通には見れないからね。そうなんですね。だから見れてないんですけど、うん、ですけど、まあこの曲は私の中では新年に歌いたい定番の曲なんですよ。なぜかっつうと、今年も新たなる気持ちでもっとなんかこういい方向に行きたい、で本当ね、毎年のごとくね、この曲を
歌ってますね、お正月が終わるとって感じです。そうなんですね、じゃあ時期としては今、うん、そう、今これ時期です、うん、はい、はい、行ってみましょうか、うん。Thank you.
Walking the shade with those blues on parade. But I'm not afraid this rover, cause I'm over. If I never had one cent, I'll be rich as Rockefeller. Gold dust at my feet on the sunny, on the shady, on the sunny side of the street. なんかアップって感じね。いいです ね、 ね、 ね、はい、確かに確かに新年にふさわしい感じですね。ね、いやなんかでもこっち私その海外で初めて年を越したんですよ。おお、なるほど。あのなんかこうニューヨーク、アメリカってもそうなのかな、こうハロウィンぐらいからこうサンクスビギブングとクリスマスでおー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 ってなって、お正月でハッピーニューイヤーってなったら、そこからシューンだよ、もシーンだよ、シーンって感じ。本当に何もなんかね、初詣もないからね。そうだから、そう、そこで、あ、日本ってそういえば初詣とかね、何、餅つきとか、そう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 、餅つきはあのクイーンズの、有吉ってレストランが、うん、ちゃんとぺったんこって2日間ぐらいやってちゃんとあのついたお餅を皆さんに振る舞ってくれたりしてあるんとかやったみたいですよ。あるんですね、一応ね。あの福袋、あ、これも日本だなって思って、だデパートとかそもそもなんかもやってない。あ、それはあのブラックフライデーに、うん、もうなんかもうみんな行列作ってそっちがなんかこうアメリカスタイルかな、ね、あの、うん、正月の福袋つぬいう習慣はないですね。えだから結構そのこの落ち着きっぷりに落ち着きっぷりシーンだからね。そう、私は元旦も友達がねレストランやって演奏するっていうから行ったら、もう向かう時の電車も道も誰もいないあ、だけど2日の日にだからさバードランド行ったんだよね。そう、一緒に。そうですね、ね、そう、その時はまあ盛り上がってね。そう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 、あのあともう一つバンドが出てたのもいたんですよ、うん、私。あ、はいはいはい、うん、あのアフロキューバンの、うん、で そっちの方が人入ってた。あ、うん、でももうあそこはやっぱりもうこのねニューヨークにこんな時期だからつって、それこそだから旅行に来た人たちがもう行きたい限られた場所だから、ね、うん、すごい本当に人たくさん入ってましたけどね。あ、うん、そうなんですね。まあでも街は結構ねシーンだよね静かだよねなんかこうクリスマスは結構気合い入ってますよね。静かさがでしょ、じゃなくてクリスマスは気合いが入ってる、なんかあのツリーとか、あー、まあもちろん、そう、ね、それそうなんだけど、もうイブの日のもう3時以降とか店バンバン閉まるよ、うん、多分。あ、そうでした、うん、そうでもう夜とかシーンで、あ、そうなんです、うん、そうでクリスマスの日ももう休日だから、あ、そうか、お休みしてますよ皆さん。私なんか釣りを見に行って、あ、でも釣りを見に来てる人はいっぱいいるからね、多分それこそ行列みたいになってたりするのかもしれないけどね。そうそうそう、それもまあその夜中その3時とかじゃなくて、まあ、12時前だったから、うん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 、すっごいカップルばっかりで私居場所ないわ、どっから写真撮ればいいんだろうそうそう、なんかそういう人が映り込んでくるわけねそう、あ、もういや、いやいいことをやってましたね、はい、そっかそっか、そうなんですよ。すごい、でもツリーが綺麗だなって思って、ねえ、あそこのロックフェラーのね、そう、ツリーがねでかいですよね、でかいうわーって見上げるね、とにかくでかかった、ね、そうそうそう、確かにやっぱりあれは1シーズンに1回は必ず見に行ってますね。あ、うん、そうなんですね、うん、いやなんかこう貴重な年末年始を過ごせました今回。そっかそっか、いや
釣り見に行ったのは、私だからあれいつだったのかな、何日だったのかな、20何日かにカーネギーホールのチケット買ってたんですよ、ヘンデルの「メサイア」のコンサート。したら行ったら当日に、多分もうだから、コロナ陽性の人が出ちゃったからなのか分かんないけど、延期っていうのが張り出されていて、それで「ええー」って、せっかく来たのにってなって、それで釣り見に行ったんですよ。地味に気なのはそのチケットですね。それは、あ、それは払い戻しを、とりあえず、即ボックスオフィスでこちらで払い戻してますってなってて、でも一応だから来年の、来年ってじゃあそれほら年末だから、今年の3月っつったかな、じゃあ3月、3月に、どっかでそのコンサートやるから延期っていうふうには言ってたけど、そりゃあクリスマスの頃に聞きたいエンデルのメサイアを3月と思って、一応払い戻しはしてもらいましたけどね。来年またちゃんと仕切り直してチケット買おうかなみたいな。ね、その方がいいかもしれないですね。ですよね。まあね、ちょっとね、やっぱ大変ですね、コロナねえ、ね。ほんとです本ね。当本当、そう、私もなんか共演者が突然コロナにかかってしまって、急遽代打の方が来たりとか。ああね。そうそうそう、でなんかセッション行こうよみたいな約束してた。お友達とかも実はコロナになりましてみたいな ね、なんか結構近いところにいるなって、いつ自分がかかってもね、だからブースター打っててもかかる人もかかるし、ちょっと怖いなって思いますね。確かにね、そうなのよね。大体ワクチンも2回打っててブースターもしてるっていう人でもなってるもんね。本当ね、ましょう、皆さん。ね、気をつけましょう。ね、結構ね、喋りが長くて、喋りが長くて、結構時間が経つの早いですね。早いですね。ちょっと待って。ちょっと終わってんの？これ。終わってないでしょ？終わってない。もうこれ、何時から始めたの？これ、あ、30分までね。あと18分ぐらいあるってこと？まあ終わりの時間はね、自分たちで決めるけど、あと2曲ぐらいかな なんかね、ねどうしましょうね。あ、じゃあそろそろマイクがいってやります？そうですね。バラフィスティもやってないでミすスティもやってないね。ね。どれにしようかな。どうしましょうか。じゃあその2択だったらどっちがいいですか？そうですね。じゃあミスティかな。バラードまだやってなかったそうです。なんですね。なんかミスティって G でやる人珍しいね。声がちょっとね、ああ、低いから低いね。んですよそうね。なんですよ。ちょっと頑張ってみます。初めて G で弾きます。Misty, just moment your name.
never know in my right foot from my left, my hat from my gloves. I'm too misty and too much in来てますね。コメント来てます。英語でコメント来てますよ。はい、ありがとうございます。どっから来て、イエーイ、リオドラマ、あ、はい、最近セッションで歌ってます。マシタさんという方かな。あ、マシタさん、マシタさん最近セッションで歌ってます。グッドタイミングです。あつこさん、あつこさん、パチパチ来てます。あつこさん、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 マシタさん、ワンダフル、ありがとうございます。みゆきさん、イエーイ、パチパチ、イエーイ。はい、ドリーム、ファンデリック、オーサム、ラブドミュージック、イヴンドアイドンアンデスタンドウェンユーガイズアトーキン、ソーリーインビトゥインドソング、ソーリーアバッダーツ。ドリーム・ファンデリックさんですね。誰でしょうね。宮越さん、バラエティに富んだ選曲大満足です、ありがとうございます。ローレン、リリー、 Yes, you guys sound awesome。 あつこさん、パチパチ。大山さん、イエーイ。増田さん、素晴らしい。藤田さん、素敵。みゆきさん、ヒューヒュー。あー、もう皆さんからいっぱいありがとうございます。 Thank you so much for watching。 そう、この方たちは分かる？分かりますか？ローレン、リリー、 maybe because I'm just posting that, so but anyhow, thank you for watching. anyhow, thank you for watching.てな感じです。いやー、
ですね。嬉しいですね。いや、we are very happy、yes. that you are watching、yeah. yes thank you、yeah. ありがとうございます、yeah. と、なんかコメント欄にも英語が来てます。おっとおっといいですね。なんかね、まあ世界は一つ、地球は一つ、なんかいろんなこと言ってますけどね。いやなんかでもいいじゃないですか、こうこの今この瞬間っていうのは、ここも見てらっしゃる日本も、うん、そしてこの英語でコメントをくださっている方も、うん、同じモーメントなんですよ。そうですね。ねえ、ねえ、この瞬間をこうみんなでこう楽しんでいる This moment Thank you for sharing this moment And you are you know, watching this live streaming And this little moment We are here、from New York But some、audience who are watching is from JapanAnd you know that's the same moment we are sharing, and that's really amazing. ありがとうございます。はい。てなことで、うん、どうしましょう。最後の曲？そうね、もう結構。最後の曲？最後にしましょう。はい。はい。最後。まあ明るい曲がいいですね。明るい曲。あそうね、いやでもなんかバイバイブラックバードも、うん、なんていうのかな、ちょっとその悲しいことはなくなって、うん、そのブラックバードとはさようなら、うん、ブルーバードこんにちはみたいな曲なんだよね。バイバイブラックバードしましょうか。行きましょうかね。なんか定番って感じ、定番って感じですか ね, ね。はい、行ってみましょうか。テンポじゃあちょっと早めにしましょうか。Back up all my care woe. Here I come singing low. Bye bye, blackbird. Where somebody waits for me.
イバイコロナって書いた人がいたんですよ。それをそれが目に入ったものだからこういうことになってしまいました。もうなんかね、その場でっていう感じですよね。そうですね。はい、はい、いやありがとうございました。はい、こんにちは、イタリアジェノバからのご挨拶。お、イタリアジェノバから、マッシモさんですね。You watching from Italy? Really? Wow, really? Really? コロナバイバイ、もうラストなんだって、イエーイ、ゆかりんピアノソロかっこいい、マシタさんです。ありがとうございます。宮越さん、心豊かになりました、ありがとうございました。ローレン、バイバイ、バイバイ、バイバイを連発が、あ、そう、さっきのバイバイに答えてくれてるんですね、これは多分。大山さん、イエーイ、ありがとうございます。あつこさん、パチパチパチ。ローレンさん、キアレン、キアレンってなってます。大山さん、8-8パチパチですね、これは。はい、増田さん、ラストにそう惜しいね。宮古さん、イエーイ。みゆき、にーら、こんな、あ、大山さん、アンコール、アンコール、みゆきさん、アンコール、アンコール、アンコール、宮古さんもアンコールと来てます。アンコールと来てます。アンコール。はい。もう大山さん、必ずアンコールって書きますからね。ありがとうございます。いやー、なんか本当にライブをやってる感じ で、うん、でね、こっちの部屋でやってて向こうの部屋で聞いてるみたいなぐらいの感じに感じれます ね、うん、なんか嬉しい嬉しい、すごい一体感、一体になれてる感じがすごく、ね、お、嬉しいですね、ありがとうございます。すごいんですよ、ほら、もうおおお、すごいですね、すごいことになってますよ。もう本当にすごい。いやー、いやー、というわけで、じゃあアンコールをやりますか。どうしましょうか、。どうしましょうか。そうね、アンコール、アンコール。アナザーユーとかって、アナザーユーはね、歌ってないです。どうしよう、どれ行きましょうか。エイトレイン行きますか。またエイトレイン、何でしたっけ。 C で大丈夫です。あ、エイトレイン、エイトレインにしますか。エイトレイン行ってきますか。ここはエイトレインは走ってないんですけど、近くまで来てますけどね、あの来てますね、145丁目はね。あ、エイトレインね、エイトレイン、はいはい、エイトレインよく乗りますよ、ね、はい、あのこっから行くと、D トレインに乗ってちょっと3つ駅行くと、あ、 A トレインになるんですね。その A トレインですか。その A トレインなの。え、嘘でしょ、嘘でしょ、嘘でしょ。 A トレイン、あの A トレインなんだよ。そうだね、そうだよ。あ、めっちゃ乗りました今回私。 A トレイン、そうでしょ、 A トレインめっちゃ乗る。そうよ。あ、はい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 、なんかリンクしなかった、もしかしてあんまり。そう言われてみればって感じ。なんか私の勝手なイメージで、うん、記者みたいな。そう、いや記者みたいポーポーとか言ってるからね。だけどあれはハーレムに行くのに一番早い電車だって言ってるの。そうだ、そう、いやなんかあのこう地下鉄サブウェイじゃなくて、うん、こう汽車みたいなね。そうそうそう、確かにね、そういうイメージなんですけど、でもあれ作られた、デューク・エリントンは、じゃあデューク・エリントンじゃないけど、うん、作ったのは、うん、だけどあれですよ、同じやつよ、同じ電車よ、あれトレイン、あ、A トレインの、あ、それ A トレインですね。なんか日本語のタイトルって A 列車で行こうじゃないですか。そう、でなんかもうだ、誰列車ってつけたの。そうですよ、これ役が、役がね、ちょっとね、地下鉄 A、 あ、地下鉄 A 線で行こうみたいな。そう、なんかサブウェイっていうイメージだったから、うん、今やっとあってなった。そうそう、でもうまさにその A トレインに乗って行こうって言ってる場所が、あの145のシュガーヒルって言ってるんですよ。シュガーヒルっていう、あそこのエリアがシュガーヒルっていう場所なんです。じゃあもうまさしく私のアパートは。そうです、あら、あら、そうです、そういう歌詞です。
よく歌詞聞きながら、ね、あのダウンタウンの方から、はい、A トレインに乗ったらハーレム行くのに一番早く行けるよ。そうです、おっしゃる通りです。 そしてシュガーヒル、うん、シュガーヒルともうだからハーレムもいろんなね場所があるけど、シュガーヒルって言って、シュガーヒルってのはまさにあの145丁目のあたりです。ね、もうあのシュガーヒルガールここにいます。そう、私もほら大学通ってたねアパートは、はいはい、あのトキワ荘って言われてるんですけど、なぜか、はいはいはい、なぜかハーレムのトキワ荘と言われて、うん、そこはそうもう場所シュガーヒルですね。あらまあ、もうなんかこの曲が演奏するときちょっとイメージ違うかもよ。そうです ね、ちょっと変わっちゃいましたね今。なんか汽車ポッポすいませんでした本当。いやいいんですよ、いいんですよ、はい、いいんですよ、はい、なるほど、私も列車と思っていました。そう、いやだって A 列車で行こうっていうタイトルなんだもん。いや日本語訳放題がちょっと A 列車で行こうだもん。列車ね、列車ね、まあ列車という、もう汽車とは言ってないよね、まあ列車、うん、地下鉄の列車とも言うのかね。なんかそう地下鉄っていうワードがなんか地下の鉄道っていうのがあんまりこうなんだろう、こう放題つけた方はしっくり来なかったんじゃないですかきっと。かもしれないね、そういうイメージじゃなかったかもね、うん、確かに、ね、いやちょっと勉強になりました。いやいやいや、とんでもないです見ましょうか、はい、はい、いやアンコールのおかげです、皆様ありがとうございますはい、いやありがとうございます、最後まで聞いていただいて、はい、行ってみましょう。タララタララタ、quickest way to Holland. Hurry,
ました。イエーイ。いやー楽しかった。楽しかったです。ゆかこさん、ゆかこ、山のゆかこ、ボーカルナブコ Thank you。 ありがとうございました。 Thank you。 はい、いやなんかいっぱい、A トレインには僕が昔勤めていた会社の装置が活躍しています。そうなんですね、真下さんがそう言ってます。ああそれはそれは、はい、宮越さん、ナブコさん、ボーカルはもちろんスキャット聞け、ゆかりさんの、ゆかりんさんのピアノも聞け、ありがとうございました。大山さん、パチ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 、イエーイ、ありがとうございました。ありがとうございました。いやーなんか今日は本当に、お付き合いいただきましてありがとうございました、ね、いやありがとうございました。はい、お腹ペコペコですね。さっきおやつ結構バクバク食べてますね。 あれで、ね、ちょっと大丈夫だった。はい、大丈夫でした。はい、はい、はい、 いやーということで、楽しい配信ライブ、聞いていただきまして本当にありがとうございました。ゆかりんさんは、もうちょっとだけニューヨークにいるのかな。そうですね、うん、はい、はい、なので、これからもいっぱい応援してください。私もありがとうございました、はい、また一緒にこうやってできるといいなと。あ、また来ますので、はいはい、ね、日本にも来てください。ありがとう。はい、はい、はい、ということで今日はここまでです。ありがとうございました。ありがとうございました。